優しくしっかり両手で掴んで投げてあげてください。子どもたちにラグビーを指導したのは、かつて日本代表として活躍した田中文明さんら3人です。札幌ドームではあさって日曜日にラグビーの日本代表対イタリア代表の試合が行われることから、札幌市が子どもたちにラグビーの楽しさを知ってもらおうと開催しました。子どもたちはパスやタックルなどを楽しそうに教わっていました。ラグビーやってみたくなるぐらい楽しかった。もっと学びたくなったルールとか、すごい楽しかったです。選手たち体格良くてすごいなんか吹っ飛ばされそうになりました。